ピーカーのセッティング完了。プロフを書いたスケッチブックも置いたし。よし。ひなた、コンディションはどう？バッチリだよ。今日は喉の調子もいいし、それにりょうちゃんがデザインしてくれた衣装最高だよ。そうかな。ありがとう。そこまで喜んでくれたら、私もデザイナーとして面目躍如だよ。面目ふやふや。面目躍如、すごく簡単に言えば認めてもらえて嬉しいって感じかな。うん、めちゃめちゃテンション上がるよ。これでもう今日のライブは成功したも同然だね。こーら、そうやって油断しないの。浮かれてる時が一番失敗しやすいんだからね。はーい、いつだってどこだってみんなに最高のステージを届けなくちゃね。うん、二人で一緒に叶えたい夢がまだまだたくさんあるからこそ、ゆっくりでもいいから一つずつ一緒に積み重ねていこうね。そして今日はその初めの一歩、絶対に成功させよう、私たちのライブを。猛進頑張ります。スターリングスター嬉野ひなたです。今君と叶えよこの命、輝かせて。自分たちの力を使って誰かを幸せにしなさい。今ひなたが歌っているこの曲とともに、リベル社長から託された課題を私たちは一体どうすればいいのか考えた。まだまだ右も左もわからない私たちが一生懸命考えて出した答えは、ライブ活動。今私たちにできることといえば、全身全霊の思いを込めて歌って踊るライブしかなくて、ならそれを真剣に力の限りやろうって。だから私たちは今日も精一杯の思いを込めて歌う。この歌がみんなに届きますように。ゴーイングアップチャームス、チャプター2第1話、スターリングスター。誰も見たことのない最高の景色。いやー、昨日の路上ライブほんと最高だったよね。応援してくれるみんなと一体になれて本当に良きライブだったな。そうだね。ほら見てよひなた、昨日誰かがライブの動画を SNS にアップしてくれたみたいで、だいぶ拡散されてるよ。わ、嬉しい。ごくり。これで私たちも一躍有名人に。スターリングスターメジャーデビューの巻。もうひなたってばちょっと気が早いよ。それに昨日ので社長からの課題が達成できた感じする？それなんだよね。なんかこうしっくりこないというか。もちろん路上ライブは成功したと思うし、見てくれたお客さんたちも喜んでくれたとは思うんだけど。誰かを幸せにできたかって言われると、その実感があんまり湧かないんでしょう。やっぱり実は私もなんだ。無
難しいよね、この課題。社長も厳しいよ。もう少し優しさプリーズ。たくさん悩んで本気で取り組んで乗り越えてみせろってことなんじゃないかな。そっか、そうだよね。思いを伝えるなら自分たちの力で。まだまだ精進しなきゃだね。あれ、会社からのメッセージ？突然なんだろう。どれどれ。うわ、りょうちゃん何？まさか、もう解雇？これ、外部からの仕事の依頼だよ。本当にスターリングスターって？かいつまんで言うと、学園祭でのライブのオファーだって。学園祭のステージで歌えるの？すごいよ。それって完璧にアイドルのお仕事だよ。落ち着いて、ひなた。昨日の路上ライブの動画、あれを見て依頼してくれたみたいだよ。ねえねえ、りょうちゃん、このお仕事絶対受けよ。ひなた、まずは実際に依頼人に会ってみて話を聞いてみないと。依頼人は朝ヶ丘ひかりさん、高校2年生だって。高校2年生きっといい子だよ。りょうちゃんたら心配性なんだから。内容によってはスターリングスターのひなたのイメージに関わるからね。私のこと大切に思ってくれてるってこと？まったく、いつもそうやって。もちろん大切だもん。ありがとう、リオちゃん。どういたしまして。それじゃメッセージは私から返信しておくね。お願いします。私たちに依頼をくれたのは一体どんな人なんだろう。会ってみるのが楽しみだな。まさしく学び屋って感じだね。待ち合わせ場所はこの辺のはずだけど。あ、スターリングスターのお二人、お待たせしました。遅れちゃってごめんなさい。あなたが依頼をくれた。はい、朝ヶ丘ひかり2年生です。この度はご興味を持ってくださりありがとうございます。ひかりちゃん、よろしくね。私は嬉野ひなた、スターリングスターのアーティストで、ってもう知ってるよね。自己紹介が遅れましたね。すでにご存知かとは思いますが、スターリングスターのゆずりはりょうと申します。ひなたの保護者じゃなかった、パートナーです。よろしくね。ちょっとりょうちゃん。はい、どうかよろしくお願いします。それでは立ち話もなんなので応接室へご案内しますね。スターリングスターのお二人を初めて知ったのは先日の路上ライブの動画からでして。目の前で改めて言われるとなんだか照れちゃうな。ねえ、りょうちゃん。そうだね。でもその翌日にもうオファーって、ありがたいお話だけど随分急だね。それくらい素晴らしかったんです。ひなたさんの歌もダンスもそして衣装も。ふふふ、ひかりちゃんお目が高い。衣装は何を隠そうりょうちゃんのデザインなんだよ。そうなんですか？すごい。何
何もかも全部本当に素敵でした。そして心の底から思ったんです。ああ、私がやりたかったのはこういうことだったんだなって。ひかりちゃんがやりたかった？私、アイドルになるのが夢だったんです。スポットライトを浴びてキラキラ輝いて見る人に喜びや希望を与えてくれる存在に。けれどそれは無理なんです。アイドルとしての才能やチャームビジョンもなければ生まれつきこんな風に足も不自由だから。だから叶わない夢なんです、アイドルになるっていうのは。ひかりちゃん。でもそんな憧れを持つ私だからこそできることがあるのかもって思ったんです。たとえアイドルになれないとしても、アイドルが輝けるステージを作るお手伝いくらいはできるんじゃないかなって。私は私に夢をくれたアイドルみたいに誰かを幸せにしたいんです。だからスターリングスターさんたちと一緒にこの学園のみんなを幸せにできるほどのステージを、素敵な景色を作りたいなって。ひかりちゃんは強いんだね。そうですか？強いなんてそんな、私人の力を借りないと何にもできないですし。ううん、そんなことないよ。現実に負けず自分の力でちゃんと前に進もうとしてる。もしそう感じてくださったなら、それはお二人の路上ライブで勇気をもらったからですよ。よし、ひなた、私が何を言おうとしてるかもうわかるよね。うん。ひかりちゃん、一緒に夢の続きを見に行こう。私たちが絶対に見せてあげるから。ひかりちゃん、スターリングスターをよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします、日向さん、りょうさん。こうして私たちスターリングスターはひかりちゃんの切なる願いを受けることになった。学園祭の日までやることはとても多い。何しろ今までやった経験のない本格的なステージ作り。ひなたはアーティストとして歌とダンスを磨き上げ、私はそんなひなたのケアと衣装のコーディネート、そしてひかりちゃんは今回のライブ全体のプロデュース。これは私たち二人もできうる限りサポートしていくつもり。最高の景色を作り上げよう。私たちの力を信じ勇気を出して一歩踏み出そうとしてくれたひかりちゃんの夢のために。